時代は戦国時代中期の弘治2年1556年秋、室町幕府は衰退し、三好長慶や松永久秀が京をはじめ畿内を掌握していた頃である。今回紹介する合戦の舞台は千曲川や犀川が流れ、北国街道や飯山街道など交通の要衝でもあった今の長野県長野市周辺の北信濃。幾度と川の氾濫を繰り返してきたこの地は、その影響で川の中にいくつもの島があるように見えたことから川中島とも呼ばれていた。周辺を治める各豪族は信濃制圧を目指し北上する、甲斐の虎こと武田信玄と戦うか下るかの選択を余儀なくされていた。その豪族の一つ、塩田城を拠点とする村上家当主村上義清と真田家当主真田幸隆は上田平の地の覇権争いをしていたが、真田家は即座に武田家に臣従を選び、戦国最強騎馬軍団の後ろ盾のもと村上家の排除に成功。村上義清は越後の国を治める越後の龍こと上杉謙信を頼り、武田軍の北信濃侵攻を阻止すべく立ち上がる。領土拡大に躍起な武田信玄と侵略された豪族を助けるべく右で動く上杉謙信、両者は川中島で3度目となる退治の時を迎えていた。